ブキャベツを使ったロールキャベツを作ります。まずキャベツを茹でますね。お塩を小さじ1杯入れます。今ロールキャベツを入れますけども、火傷しないように気をつけてください。丸ごと入るお鍋がないので、まず芯の方から茹でて後でひっくり返します。みじん切りにして、まあ、炒めないでそのまま入れていいと思います。ね、みじん切りに、小さく切っていきます。みじん切りにしていきますね。じゃあ卵、つなぎの卵ですけど、ちょっとこの分量で1個は多いかなって思いますので、溶いて半分入れたいと思います。残りの卵はね、何か他のものに活用したいと思います。そこに半分入れます。キャベツの芯の厚いところは少し削っておきますね。で、茹でて少し冷ましておいたキャベツです。では、ロールキャベツの種を練っていきますね。まあ、ハンバーグみたいにキャベツで包んじゃうので、ハンバーグほどしっかりしてなくても大丈夫かなって思います。でナツメグ入れましたけど、ハンバーグとかロールキャベツってナツメグ入れるとね、すごく美味しくなります。巻いていきます。こう適当に取ってキャベツの芯のところにね乗せて、それでくるくるっと巻いていきます。まあ、多少破けてても巻くので気にしないで巻いちゃってください。こんな感じですね。で、お鍋に詰めていきます。ではお水を入れて火にかけます。まあ、キャベツが柔らかく煮えてますから、中のお肉に火が通ればいいと思います。それ月桂樹ローリエも入れると風味が出ますので、これも2枚。で、蓋をして弱火で、お水少ないので焦げないように弱火でしばらく煮ておきます。ロールキャベツもお腹まで火が通りましたので、最後に少し酸味があると春らしくて美味しいかなと思いますので、レモンを入れて、ね、少し温かくレモンが、ね、煮えるようにしばらく煮て終わりに出来上がりになります。それで火を止めればいいです。はい、それではロールキャベツの爽やかロールキャベツ、爽やかロールキャベツ、はい、春キャベツの、はい、春キャベツ、では試食してみましょう。はい、いただきます。まあ、お好みでケチャップをかけてもお子様はかけてもいいかなと思いますが、まず何もかけないで、うん、
レモンがすごい。あ、本当ですか。よかったです。あのキャベツもね、うん、春キャベツだから柔らかく煮えてますね。で、まあ、レモンも苦味が出ちゃうので、うん、このぐらいの量でいいのかもしれないですね。爽やかですね。春から初夏に向けてのメニューですね。本当ですね。ロールキャベツの種にはお野菜もね、人参や玉ねぎ、椎茸ってたくさん入れましたけど、これもお好みの、あのその時あるお野菜でいいかなと思います。あのナツメグと、うん、あとローリエの香りも、ね、そうですね、うん、なんか食欲をそそる、本当本当スパイスがあるんですね。そうですね、うん、まあそれもお好みでね、うん、出したり減らしたり、そうですね、出したり足したりあのロールキャベツって作っておけばまた後で温めて、うん、あの食べれるお料理なので、うん、どっかお出かけするときにね作っておくのも、そうですね、いいですね、うんうん、こうやってあの、まあ、簡単だけど、うん、ちょっとこう愛情が感じられるお料理ですね。家庭料理って大事だから。